はい、268回目、今日は一人です。今日は4月のライブですね。数日後の、APJ の3月末の APJ も紹介しておきますけども、3月30日木曜日 APJ、新宿ピットインですね。かなりコンスタントに去年も活動したんですけども、今年も、コンスタントに活動をしていきますね。一応今決まっているところでも3月30日の新宿ピットインですね。それから4月28日、横浜ドルフィーで、6月の23、四ツ谷ドッポですね。まあ夏場も活動して、まあ小判ザメツアーですね。南波さんが言っている、なんかのツアーの前後ぐらいに別な場所で、東京以外ですね、東京横浜以外でできればいいなとは思っております。まあ配信があるとはいえね、いろんなお店のオーナーさんとか、ミュージシャンとも話するんですけど、やっぱり配信があるとはいえ、ライブですよ。昔からの持論ですね、レコーディングは音のアートなんですけど、ライブはエネルギーのアートということで、その場での演奏を直に浴びたいと、迫力とかね、なんか伝わるもんが違うんでしょうね。その辺が面白いところだと思います。コロナも落ち着いて、5月から5類になるということでもあり、今はもうマスクとはいえ、今マスクね、花粉症で大変なんでみんなマスクしてますよ。私は電車混んでる時はね、コロナ以前からマスクする方だったんでね。混んでる時はね、空いてる時はもうマスク外してますけども、そんな感じなんで、3月30日新宿ピットイン、この時だけ機材車が出してもらえるんで、ウッドベースですよ。リハビリちょっと始めてますけども、アップライトのテクニックですね。だから私の10枚ぐらい出してるのかな、アップライトウッドベースで出してるアルバムの、俗に言う早弾きですよ。あれを期待して来られるとちょっと困るんですけども、その辺のね、アップライトの話ですね、私による、リコレクションなんかスコット・ラファレンに捧げるっていうアルバムですし、レイ・ブラウンとのインタビューの話とかね、いろいろと、アメリカの達人ですよ、先達の話もゆっくりしたいと思います。そして4月のライブですね。4月4日四ツ谷ドッポ、これがですね、ちょっと興味深い音になるかなと思うんですけど、ピアノの成田雄一ですね、それとギターの下田雄人ですね、二人ともアラフォーなんですけども、これからのってもうね、昔だったらもう40アラフォーなんていうのはもうジャズ界の中心ですからね。ところがもう私のように70前でね、元気にみんなやってるんで、北村英二さんなんて93でしょ、それで渡辺貞夫さんって90歳ですかね、
中村さんっていうギターの人も90歳すごい、すごいと思いますよ。私の20代の時はね、40はもう長老ですから50過ぎてねちゃんとやってる人はね、もう稼ぎ言うたらおかしいけど、そんな時代ですよ。それがね今、フュージョンもやりますから、もうアホですね自分でも思うんですけどね、ただ、自分自身ね、最先端の音楽には、今最先端っていうのがなくなってきてるんで、昔はね流行りがあったんでね、最先端っていうのがいう言葉が、別な言葉あるんでしょうけどあったんですよ。この音を知らないとお前は無知だとかいうような感じですね。で今ね、その何でもかんでもね、クラウド状態ですね。コアなファンが集まってのジャンルごとの音というのがあるんで、最先端っていうのがね何なのかっていうのがちょっと分かりにくい、これは面白いぞというのね、そういうような音はあります。それを探っていくとね、意外と民族音楽の音になったりしますんでね、たとえそのまあパソコン使ってとか、そのパソコンいうのも、すごい古い言い方ですけども、今のシステムですね、なんか使っての音というだけが興味深い音でもないですね。それでね、この四谷独歩ですね、成田雄一、下田雄人っていう、あの成田雄一っていうピアニストはですね、音の音色が持って生まれたもんで、そうですね、昔のピアニストでいうとその市川秀夫さんですね、日本ではね、大阪にね安治峰悟っているんですけど、その彼もその音色をしてますね。これ自分がの、まあ、ジャックもそうなんですけど、ジャックも自分の音色ってあんまり、自覚できないですからね、普通に弾いたらあの音しますから、そういう意味では非常にね、あの粒立ちの良い、なんか繊細なね、ジャズができる、私レベルなんですけども、下田雄人も今勢いありますね、そういう意味でこの3人、本来はドラムを入れようかっていう話もあったんですけども、ちょっと都合がつかなかったみたいで、この日は3人でやります。それだけにね、非常に細かい音まで聞こえるライブになると思うでしょう。4月6日、これも四谷独歩、デヌーボですよ。前回旗揚げしました。クラシック、まあクラシック的なミュージシャンばっかりですね、それがジャズをしようということで、これね結成のきっかけっていうのは、まあ川崎亮っていうピアニストですね、昔からそのプレフェースとかで、一緒にやろうってなってるんですけど、まあその不思議な出会いから始まってるんですけど、まあ、彼自身は音楽監督、アニメの方ですね、不滅のあなたへとか NHK でやってますね、あの音楽担当で、まあ、東京芸大の作曲家、中退という、仕事忙しくて中退という、非常に羨ましいというみんな言いますけども、彼とまあその不思議な出会いから一緒にやろうということで、彼の曲の中にデヌーボっていう曲がありまして、そこから名付けたバンドですね。ギターが古澤隆弘ですね。生ギター、どんな時でも生ギターという、どんな時でもっていうことはないとは思うんですけども、
生ギターで、生ギターって言うんですかね今アコースティックギターですか、クラシックギターですかね、それでやっています。それ坂本隆弘ドラム、もう彼もね非常にユニークな存在で、アコーディオンもうまいです。それを弾く曲も 2,3 曲やりますね。もちろんその時はドラムレスなんですけど、ドラムにもパーカッションセッティングしてまして、それでアコーディオンもやるんで、アコーディオン弾きながらドラムっていうのもありあるでしょうね。なんか非常にユニークな存在ですね。それでバイオリン天野圭ですね、水のメソッドでも参加してもらってますけども、太いね、音を倍音豊かな、太いね、太い太いっていうのを強調しても仕方ないんですけど、豊かなですね、音色をしてます。上田真美子フルートですね、彼女もクラシックのフルートですね、非常に滑舌いい、ハキ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 としたって呼んだ、なんかね、言い方はちょっと、ボキャブラリーの貧困なんですけど、滑舌がいいフルートですね。でこのまあ、不思議な、ユニット6名ですね、私はエレベなんですよ。なんかねこれでまあアコースティックベース、まあ、想像できるんですけど、それだと普通のサウンドかなっていうようなありまして、エレベでやります。私以外全員、絶対音持ってます。さあこれが困ったもんですねこのバンドのね、1曲目、まあ私のチャンネル、このチャンネルですね、ニモデヌボのテーマだけを編集した PV あるんですけども、 APJ でもやったアボンっていう曲ですね。それっていうのはね、イメージ、まあこのこういうバンドのねイメージがね、実は10代からありまして、私のねだから半世紀以上なんですけども、それ50年前ですよ本当に。ポル・ウィンターっていうサックス奏者がいまして、音色が非常に透明感のある音色で、彼のポルインタコンソートというバンドがありまして、それイカルスかなっていうその曲が非常に、楽器をやってない頃から好きでこれがすごいでしょ。私が、まあ、まさか音楽家になるとは思ってないですから、デザイナーを目指してた時からそのバンドのイカルスという曲がね好きだったんで、そのような曲を書こうと。でまあポール・インターコンソートも特殊なユニットで、タブラーがいたいね、それラルフ・ターナーなんか12弦ギターですよ。非常に透明感のあるアルバムをいっぱい出してますね。それチェロもいるという、あのイメージがですね、まあ一遍作ってみたいなとは思ってたんで、もちろんそういうサウンド、水のメソッドではもうメソッドの 3作ですね、今まで3枚では、表現してるんですけど、ユニットとしてちょっと結成したいなと、まあ6人非常に意気投合してるんで、これは行くとこまで行くなどこまで行くか分かりませんけどもね、と期待している非常におすすめのバンドですね。4月14日ですね、金曜日、約 3x3 プラス1、洋画金の壺です。焼き鳥ですよ、焼き鳥うまいです。大徳俊之ピアノですね、鳥焼きドラム、それに高木沙耶テナーサックスですね、まあこの4人がメンバーという4人編成ですよ。
まあ、大徳さんがそのハンコック派のピアニストの大御所ということで、ハンコックの曲もちろんやるんですけど、 3x3 のオリジナルからも数曲やりますね。ただオリジナルってね、 3x3 がその、東原力也がね、復活すれば、まあするとは思いますけども、まあ、3x3 も復活させようかなと思ってますけども、それの弟子である鳥垣優ですね、それにサックス入ったという形なんで、スタンダードからやりますね、半分ぐらいスタンダードかな。日によってはもうスタンダードオンリーというようなこともあるんで、非常にいい焼き鳥がおすすめで、私たちがステージ上で焼いてるわけじゃないんですけども、このお店の焼き鳥うまいですね。同じ炭火、まあ炭火焼きのお店いろいろあるんですけど、ちょっとここの炭火いいですね。私いつも、10本ほど家で食べようと思ってね、買って帰るんですけどね。4月25日ですね、火曜日、これ水前セッションの35回目、これがね興味深いっていうよりも、パーカッション仙道沙織とギター小畑和彦、それでまた高木さやちゃんですね、水前セッションですよ。私と増谷麻里が老若男女っていうか、ベテラン勢と、女性ミュージシャンとの融合ということでね、始まったんですけども、今回は仙道沙織が、まあ増谷麻里ちゃん花本なんかね、沙織ちゃんを聞いて始めたとは思うんですけど、本当に先駆的な花本のね仙道沙織ですよ。だから花本の DVD も出てますね、アトスからね。その後麻里ちゃんがアトスからまた DVD 出してますね。だからそういう流れのこの2人が一つのステージで一つの音楽をやるというのが私も楽しみですね。多分参加メンバー全員楽しみだと思うんですけど、ぜひとも早めの予約をしておいてください。そして最後の4月の28日金曜日、これまた APJ 横浜ドルフィーですね。楽器者が出ないんで楽器者が出ないというよりもね、まあエレベーの方がね、鳴りが非常にいいんですよ、次郎吉とね、この横浜ドルフィー床がね木でねいいんですよ。エレベで気持ちのいい音色っていうのが場所的にも少ないんで、この日ですね、もうエレベでやろうということで、またこのあたりは多分4月のね後半だったらネタツボ取ると思うんで、その時でも告知します。ということで4月のですね、ライブ告知のネタツボでした。ありがとうございました。